この広い世界で僕は一人ぼっちだった。君が僕を変えてくれた。君が好き、世界中で誰よりずっとそばにいて一番大切な人ずっとそばにいてダメな僕しか出よう今誓うよ君を守ってゆくだって君をこんなに愛せるから星も僕が配ってますんで、今この曲を聴いて、そして1曲前を、この1曲前を聴いて立ち止まってくれた方、ぜひチラシをもらって、僕らのインスタグラム、ツイッター、TikTok、YouTube 全部やってましてですね、いろんな動画が上がってます。あ、こんな歌歌うのとか、それこそ僕らのオリジナル曲のね、動画とかも、そしてサブスクリプション、シンフォニーで検索したら Apple Music、LINE Music 各種サブスクのサイトに僕らのオリジナル曲出てますんで、よかったらまずちょっと今日初めて見たよって方、まず1曲聴いてみてください。そしてダウンロードしてみてください。絶対いい件、よろしくお願いします。人に紛れてる同じ空見てるのに風に吹かれて似たように凍えるのに
見てくれた方いらっしゃいますか。あの、僕ら東京のシンフォニーと申します。いらっしゃいますか。いらっしゃいますか。いらっしゃいますか。チラシをね、お配りしてます。あの、スタッフが一生懸命配ってますんで、まずはそのチラシもらって、インスタ、ツイッター、TikTok、YouTube 全部やってますんで、皆さんまずはフルロールから始めてみてください。そしたらいろんな動画見れますんで、シンフォニーを知ることから今日は始めていきましょう。新宿の皆さん、まだまだ僕らと楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。僕は似合わないから、白い空から雪が落ちた。別にいっそと吐き出したため息が少し残って、寂しそうに消えた。君の街にも構いませんので、今日が2024年一発目のストリートライブということで、僕らも全力で届けていきますんで、よかったら皆さんまずはフォローして、ちょっと寒いかもしれんけど一曲だけでも足を止めて聴いていってください。よろしくお願いします。はい。
ありがとうございます。本当に、この新年一発目のストリートに、駆けつけていただき、立ち止まって聞いていただきありがとうございます。今年も、この場所から僕ら精一杯、活動してまいりますので、ぜひよかったら応援の方よろしくお願いします。はじめましての方もまずストレスのフォローからよろしくお願いします。東京のシンフォルで聞いててください。聞こえる雨の音、思いの通路とここに座ってここは探してる。考えて書いてつまずいて消した元通り、12時間経って並べたもんは紙くずだった。
習していきたいと思いますので、まずは聴いていてください、よろしくお願いします。今月の、ワンマンライブやったり、あと関西の遠征も、たくさん活動してまいりますので、1月から全力で行かせてもらいますので、SNS フォローして僕らの活動を見守ってくれればなと思います。よろしくお願いします。後ろにチラシございまして、インスタ、ツイッター、TikTok、YouTube 4つやっております。主にインスタとツイッターの方で、スケジュール、僕らの活動の、内容だったり、ライブの情報で、ライブのチケットの情報とかも載せてますので、ぜひよかったら、フォローの方よろしくお願いします。するなら、こんなに苦しいのは今だけだよと自分に言い聞かせて、胸の痛みがあなたをどれだけ好きか伝えているよ。私の恋は難しいことがたくさんあるから、聞くなお互いが思っていたって決してつながることはない。だけど私はその日まで待つ、気持ちに濡れたのに会えない、会いたい。
改めまして、東京のシンフォニーと申します。初めて、僕らの歌声を聞いた方とか、なんか歌ってるなーってもうその興味でもだけでも構いません。よかったらチラシを配ってます。そのチラシから僕らインスタ、ツイッター、TikTok、YouTube 全部 SNS やってますんで、まずは皆さんフォローの方から始めてみてください。そして2024年今年一発目のストリートライブということで、一緒にこうやってこうやって楽しんでいこうかなと思ってますんで、よろしくお願いします。涙で途切れた
嬉しいです。たくさんの方聞いていただきありがとうございます。ぜひ後ろに、スタッフもいまして、机の方にも僕らの名刺代わりになっております。チラシが、ございますので受け取っていて SNS フォローしていてください。よろしくお願いします。できないことを錆びついてる夢ばっか見て生きてきたんだ。それが僕なんだ。立ち止まって聞いてくださってる方、僕たちのことまだ知られるよっていう方もいらっしゃると思います。チラシを受け取っていただいて、ちょっと SNS の方をフォローしていただければ、僕らのスケジュールだったり、ライブの情報などね、遠征の場所など、発信しておりますので、フォローしていただければと思います。よろしくお願いします。今日も頑張って一人戦ってる君に誰気に
ましてシンフォニーと申します。今年一発目の、ストリートということで、新宿に行きました。ぜひ、初めましての方ね、何回も言いますけど、やっぱたくさんの方にまだまだ知ってもらいたくて、こうやってストリートも続けてるし、まだまだこのストリートには可能性があると感じて僕らもやっております。ぜひ、初めましての方も聞いていてください。お後ろにチラシもございますし、スタッフが配ってくれてます。そちらに SNS 載っております。インスタ、ツイッター、TikTok、YouTube やっておりますんで、よかったら、フォローしてください。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、こんばんは。こんばんは。キーゴリーです。今年明けました。1月6日ですか。そうですね。はい。絶賛、僕引っ越しました。おめでとうございます。はい。見ましたストーリー。はい。引っ越しまして、絶賛、声を出せる部屋を作っております。で、順調にいろんな、白い壁で始まった僕の、その一室が、もうどんどん真っ黒になっていて、シートをいろいろ貼ってるんですね。もうこれは、防音するためのお部屋を作ってるんで、まず黒く部屋を、壁をまず黒くすることから始まるんですよ。ね。で、その上に両面テープ貼っていきまして、皆さんがその防音室って聞いた時にイメージする、なんかちょっとボコボコしたスポンジみたいなの貼っていきます。まず天井、僕は最上階ではないので、上のには住んでる方がいらっしゃいますので、上の方に響かないように天井に向けてスポンジを打っていきました。はい、ヒカルとファイブと3人で、夜通し、朝方までずっと張り続けて、こうでもない、ああでもないとか言いながらサイズ合わせて、やっと埋まった。よし !5 時になって朝日も昇ってきた。ちょっとお腹すいたからコンビニ行きましょうって言って行きました。で、3人でなんかレンジチンして、ね、温めてました。で、帰ってきて、それ食べようかと。で、飯食ってたら、横の隣の部屋で、ファサと、なんか音してんなと思って。やった部屋覗きに行きました。9割落ちてました。天井から。朝9時まで9割落ちました。9割落ちるってやばくない？ 5 時までやった。6時間の労力、全て無駄に返しましたので。そこからまた学びまして、もうちょっと、スポンジをちっちゃく切って、今、絶賛貼っていっております。はい、そんな正月を、頑張ってるんですけども、皆さんも9日からお仕事始まりますよね。すごい僕はもう、新年早々がついてないなと思いながら、おみくじもしっかり今日引いてますし、まあ僕はあんまおみくじ系を信じてないんで、大吉出たからなんやとかも全然思わへんし、まあ、結局はね、自分次第が、で、この1年にどうにでもなるなっていうふうには思ってるので、そんな言いながら、ファイブを今日引いてたんだ。これ、あれ、言っていいんだな。いいよ。俺、そうやってバチ当たらない。いや、俺、あれなんですよ、ストーリーに上げたのは大吉だったでしょ、皆さん。うん。1回目引いたとき、俺、今日やったんじゃん。それ、引いたね。その、なんか、なんていうんかな、今日で終わるわけ嫌ってなって、うん、今引いていいんですかねって聞いたよ、ですよね、確か。あ、そうやな。で、多分、ええんちゃんみたいな。別にええんちゃう。別にそんな1枚しか引いたらあかんで。で、まあ、今日だったから、俺は、今年はこれじゃいかないって決めたんですよ、その時点で。うん、これじゃいかないって。なんで、もう1枚引きたい。そう、もう1個引いたら次、大吉で、今日、今年これでいこうってなって、それでいきます。でしょ。まあ、どっちがいいかやな。うん、ちなみに僕は今日引いた後大吉引いたんですけど、僕はみんなに今日引いたって言ってます。やっぱ、はい、このなんかここの壁はすごいあると思うので、ちょっとこれの方みんなセコいなって、うん、ちょっとセコいかもしれない。俺でもその後で大吉出るんだけど、あんまそれもあんまどうでもいいというか、まあ、でもね、あんま気にしない。でも吉引いてもう一回並ぼうと思って並んでたけど、やっぱちゃうなと思って並ぶのやめて、やめてるわ言うて、吉でやめてるな、はい、うん、そうそう、僕はもう今日なんで、その上から大吉が塗り替えようか、それ無理やから、それはもう今日やから、それはでも確かに今までお前塗り替えたもん、塗り替えたけど、今までの人生を辿ったんですけど、やっぱ大吉の時って意外といいことないんですよ、はい、そうだね、確かに。で、今日引いた時って意外といいことあるんですよ。なるほど。やっぱそういうもんかなっていうのを思うんで、一旦ちょっとここでね。ありがとうございました。